曲。はい、どうも、今ですね、ニューヨークデリーにいます。で、3時ぐらい、おやつの時間ということで、ちょっと小腹が空きましたので、ポテトと、今回、こちら、ビアカクテル。これイースター限定なんで、多分明日まで、明日2日なんですけど、明日までの、販売になりますので、ちょっとアップしてる頃にはもう終わっちゃってるかもしれないですけど、ビアカクテルを陽介さんといただきたいと思います。じゃあいいですか。はい、乾杯いただきます。どう？うまい。ちょっと苦いね。ビールだね、やっぱり。バタービール。あー確かに、あんまりまだお酒慣れてないんでね、めちゃめちゃうまいっていう感覚はまだないんだけど、これなんだっけ、パッションフルーツ。そうで、ちょっと甘くて飲みやすいことは飲みやすい。さすが。で、ちょっとポテトはね、2人で半々で食べます。いいよ、おつまみで。うまい。あ、うまい。全然違う。何色？これはね、でもこれで220円でやったらいいか。安い。うん、こんなに脂っこくない。うん、なんか銀色のなんか何かが浮いてる。粉です。ちなみにこの後の予定は何ですか？ビッグバンドビートね、今並ぼうと思ったらもうね、案内終了しちゃったんだよね。次5時、ラス会の前が5時何分だから、それ見よったな。いよいよ、もうすぐですよ。何がですか？もう、今日も半分過ぎちゃうよ。まだなんか乗る次、やった方が良くない？あのビッグバンドビートの時間を見ながら早めに歩こう。今シーライダー120分、すげー混んでる。よかったな。シーライダー、そう、さっきファストパス取ったんですよ、夜のギリギリだったね。結構量がある。そうよね。よし、これ680円だから。うーん、アクアトピアぐらいじゃない？すぐ乗れる。アクアトピア、うん、どれだ？あのぐるぐるマディソン乗れないあったやつ。あれ乗る？乗ろうよ。怖いよ。でもタマテラ結構今怖かったわ。真ん中で頑張ったいのが多分かっこいい。そう、今ねタワテラ乗ってきたんだけど、自分ね一番後ろのね、あのなんだ、真ん中の席でね初めてだった。結構怖かったあそこ。でもね、勇気にね当たってね、我慢しましたんでね、多分ね来れてくれるんじゃないの。ああ、触れてくれると思うよ。マジで？うん、触れる。ちなみにどうすか今日、いろいろ午前中から結構乗ってるけど。最初は疲れたけど、今は本当にいいんじゃないでしょうか。わけわかんない。でもね、帰るまでが WBC だもん。なんかそれよく聞くセリフなんだよ。先生によう言われたセリフなんだよ。あー、結構お腹いっぱいになっちゃった。
苦いね。ちょっと苦い。まだ慣れてない。まあでも言われちゃった。ビール兄弟だって。ビール兄弟。俺たち兄弟見られた？そう。今上通った人ビール兄弟って言われた。ただの悪口じゃねえそれ。かけてやんじゃって。俺たち兄弟だった。兄弟なんだ。兄弟じゃねえ。兄弟なんだ。今日乗った中で一番面白かったのは何？一通り乗ったけどさ。全部ってダメでしょ。ダメだね。どれか一つ。全部じゃ面白くない。前回はインディーだったね。うん。そう。今回は？なんだろう。やっぱどうしよう。レーシングも乗ったけどさ、どうだった？グーグルだけだったからね。あ、それだけ？あれは期待外れ。3位ぐらいかな。あ、結構し、で、じゃあ2位は何なの？じゃあ3位がレーシングでしょ、2位何？タバテラ。え、タバテラ？マジで？センターじゃないんだ。センターじゃない。ってことは1位は？1位はセンター。センター4位ぐらい。え、なんで？やっぱね、インディだよね。あ、やっぱ1位はインディに変わる。頑張れよ。まあ確かにね、陽介さんがインディ一番面白いっていうのは珍しいことじゃないから、みんな多分そうだと思う。うん、確かにセンターもインディとかと違ってやっぱり絶叫というか結構スリルがあって面白いけど、結構さ、内容が少ないっていうかさ、最後だけじゃん面白いの。うん、それまではさ、正直こう結構ね、うん、インディは違うから、みんな急に動いたり、そう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 、止まったり。インディはストーリー性がしっかり面白い。あと涼しい。それか。でもレイジング面白いけど結構あっという間だよ。うん、あっという間っていうのは嫌だな。せっかく全然シーンしたんだから長く、もうちょっと長くでもあれでも長い方だと思うけど、あれじゃダメ、すぐ終わっちゃうもん。だったらランドのビッグサンダーマウンテンが結構長いよ。サンロングコースで。そうです。じゃあ次回ランドだ。次回そうですね。ということで皆さん、ちょっとね、飲みきれなかった結構お腹いっぱいになっちゃったということで、楽しんでいきたいと思います。それではすいません、こんな動画で。陽介さんどうすか今日？まあ最高に面白いです。痛いですね。